摂政王子ルイトポルトルイトポルトホンバイエルンは、バイエルン王国の王族、バイエルン摂政、ルートビヒ一世の三男で、全名は、ルイトポルトカール・ヨーゼフ・ビルヘルム・ルートビヒ。ルイトポルトは、ビュルツブルグで、後のバイエルン王ルートビヒ一世とその日であった、ザクセン・ヒルトブルクハウゼン公、フリードリヒの娘テレーゼの間に、第五子として生まれた、兄に、マクシミリアン二世。 ギリシャ王孫一世がいる。ルイトポルトは、バイエルン王位継承権を持つだけでなく、このない王孫一世のギリシャ王位の推定相続人でもあった。ただし、ギリシャの王位継承法では、王孫一世の継承者は王になるために、聖教会への改修が必要だったが、ルイトポルトにその意思はなかった。王孫一世は1862年に廃位され、代わって、 デンマーク王家からゲオルギオス一世が迎えられた。オソン一世は、自らに代わって抗議するようルイトポルトとその子たちに言い残して1867年に死去したが、ルイトポルトはこれには従わなかった。1886年6月10日、ルイトポルトのオイルトビヒ二世は、精神病であると宣言され、ルイトポルトが殺傷を称した。 数日後にルートビヒは不可解な死を遂げ、弟、夫、一世が王位に就いたが、ルートポルトはそのまま摂政に留まった。当初、ルートポルトは老いを殺したと非難する人々もいたが、後には礼儀正しく愛想の良い王子は、バイエルンで最も人気のある統治者の一人になった。ルートポルトの最初の政策の一つは、ルートビヒ二世の宮殿のいくつかを一般大衆に公開したことだった。 ルイト・ポルトは1912年12月12日に死去するまで摂政の地位にあった。没地はミュンヘンで当地のテアティナー教会に葬られた。摂政の地位は長男ルート・ビヒが継いだが、彼は翌1913年に夫を一世を廃位し、自らルート・ビヒ三世として即位した。ルイト・ポルトは1844年4月15日に、 フィレンツェのサンタマリアデルフィオーレ大聖堂で、トスカーナ大公レオポルド2世の次女、アウグステ・フェルディナンデと結婚した。彼女との間には、以下の三男数目を設けた。ありがとうございます。